はい、こちら餃子の満州出てきました。結構まあ賑わってましたね。ここ全然他にね、食べるところもないので、まあ、ここに集中するという感じでね。ガストどうでもいいっすなで、今ちょっとまあベイシアンを見てきたところで、まあそれは OK で、私はここから12時55分発のバスに乗りたい。今50分なんですけども、人がいるのはそっち側ですかね。そうだ、行き先も調べてないんだよな。そのスマークっていうところね、調べてないと思うので、これまあでもこの感じは1番か2番どっちかですね。はい、2番は私が今朝乗ったね、本庄行きですね。数が多い。そして1番の人がいるので多分スマークに行くのかな。これは違う、これか、スマーク伊勢崎線ですね。12時55分発。はい、とりあえず適当に行ってみましょう。結構でかいですね。こちらスマーク出てきましたが、本当にでかいですね、ここはね。そしてこの案内図にもある通り、赤城プラザ、春名プラザ、妙義プラザということでね、群馬県民にしか伝わらねえよというようなね、なんか、その辺も面白い。で、セガ、そちらですかね。いや、こっちだったかな。まあ、このなんか、端っこの方のね、結構でっかい一角が全部セガという感じで、充実してましたね。メダルコーナーも、シグマのメカスロが4台ありましたし、まあ、それ以外にもクローンのね、ワイルドローゼスザガーデンとか、まあ、結構ありましたね。はい。ただメダルが若干高くてね、まあ、100円10枚、1200円150枚ですかね。まあ、ここはモーリーファンタジーとかがないんで、まあ、競合してないということでね、まあ、強気な価格設定なんでしょうけども、まあ、ちょっと微妙という気もしてしまいますね。はい。で、まあ、とりあえずね、まあ、出てきてしまったんですけども、次、ここからまあちょっと離れたところ、ここ、道は上部道路だと思うんですけども、これは歩道があるんですよね。ちょっとわからないですが、まあ、方角的には、この道に沿ってそっち側なんですよね。1キロぐらい離れたところのドンキホーテに、なんかハローズガーデンかな、あるみたいなんで、とりあえずそこを見て、まあ、時間が余ればね、またここに戻ってきて、まあ、適当に暇を潰すという感じになりますかね。はい、何分歩いたっけ時間見てなかったですね。まあ適当に歩いてきて、そちら右にあるユニーですね。これ昨日私本庄でもまあ同じようなこのユニーの看板のドンキホーテに行ったんですけども、なんか、アピタが関東から撤退するとかいう話の流れですかね、これはね。でまあ元々そのね、割とまあ、いい立地にまあ、ね、規模の大きな店舗を持っていたので、まあ、ドンキがちょうどそこにうまくはまるみたいな話で、まあ、なんか入り口は全部ドンキと書いてありますけども、まあ、多分昨日の本庄と同じくね、まあ、ゲーセンあるんでしょうね、ここにね。あとはメガガイアっていうのはパチンコ屋か、これは。はい、こちらですね、ユニー、そして、メガドンキ。もうちょい手前から曲がってこう行った方がなんかね、スムーズに行けた気がしますけども、ちょっとわからなかったので、まあ、行き過ぎて入るという形になりますね。あ、ちなみにここ左側上部道路、そこにキロポストありますね。92キロ。ここはまあかなり高規格なね、まあ、幹線道路という感じだと思っていたんですけども、この辺は普通に信号もあってね、まあそのなんか飛ばそうと思っても、そんな飛ばせないようなところなんですかね。そう、新4号とかはもうすごいどうぞ飛ばしてくださいというような、ね、感じだと思うんですけど、まあ、ここは、そこまでではない。
はい、これは確かあれそうか、昨日ちょっと見ましたけども、鴻巣の分岐からさらに熊谷で分岐するとかでしたかね。で今渋川あたりまで伸びてるんでしたっけ。はい、ということで、まあ、ここを右に行って入る、はい、こちら東京できました。道路から一段低いところにお店があるので、その辺から行けないんですかね。まあしかし、まあどっかから行けるでしょう。でこちらハローズガーデン、メダルなかったですね。はい、今画像でも出していると思いますけども、タイムクライシス4はなんかあまり見ないような気がするんですよね。なんかこの2とか3とか結構その、もう稼働が少ないレア機種としてこうなんかね、あのね、貴重な扱いされていると思うんですけど、4はどうなんですかね。私はあまり知らないんですけどもね、なんかね、見かけないような気がするんですけども。で、もう一つね、ドンキホーテ内にも、まあ、別のゲームコーナーがあって、まあ、そちらもまあそれなりに台数があったので、私の中では、まあ、あの別扱いということでね、ここでは2店舗行ったことになりますね。こちらもメダルはなかったです。はい、ということで、終わってしまいました。今からまあ急げばね1時間早く着くぐらいだから丸1時間余ることになるんですけどもね、しょうがないですね。まあ、今日はまあこの伊勢崎はまあその、ね、非常に交通機関が貧弱なので、ね、まあ、ある程度分かっていたことではあるんですけども、それにしてもこのロスになる時間が多いですね。まあ活用できればいいんですけどもね、そう、この時にこのゲーセンがねちょうど合わないという、まあ、よくある話なんですけども、はい。で、もうここから行けますね、行っちゃいますか。はい、まあ、スマーク、まあ買い物はもうしないと思うけどな。そう、もうすぐね、まあ、あと1ヶ月で死ぬと思うと買うものもないんですよね、全然ね。もう服とかも破れたままで、その日用品とかもなるべくこう、買わずに済ませたくなってしまうのでね。はい。最後ご乗車ありがとうございます。このバスは伊勢崎文化会館経由、伊勢崎駅行きでございます。次は上諏訪町、上諏訪町でございます。はい、今バスに乗ってね、これ伊勢崎駅行きはさっきのところに戻るんですけども、その一つ手前は平和町ですので、はい、そこで下車しました。ということで私は次に向かう、またこの電車ですね、電車遊びの国、まあ、先ほどもね、西武モールで行ったんですけども、それとはまた別のベイシアですね。まあ、ベイシアといえばまあ普通のね、スーパーマーケットという感じで、まあ、その平面の、ベターっと広い敷地がまあ一般的なんですけども、伊勢崎にはね、まあ、あれは発祥の地とかそういうわけではないんですかね、あのちょっと高いというかね、その都市型店舗みたいなのがありまして、その中にね、ゲームコーナーがある。で、しかもなんか、サミー系とかの珍しいキッズメダルがね、ちょっとありそうだということで、まあ、今日一番期待している店舗でもあるんですけどね、まあ、そこに向かいます。これ今くぐったこちらの線路が、東武伊勢崎線ですね。東武伊勢崎線、まあ、浅草からね、まあ、伊勢崎まで、つながってて、まあ、そのもう終点近くですね、先ほどの伊勢崎駅が終点、で向こう側にもちょっとまあ高架の線路が見えてますけど、あれが JR の両毛線ですかね。まあ、この辺はなんかその、ね、車社会で、まあ、あの電車の本数もかなり少ないんで、わざわざ高架にする必要あるのかって気もするんですけども、なんか高架駅多いんですよね。この伊勢崎に加えて、大田もそうですし、あとは、まあ、栃木県になりますけども、栃木駅、あれは新栃木駅でしたっけどっちだっけ、忘れましたけどもね、とかあとはあれ佐野は違うか。そう、昔も私もね、その結構、昔に両毛線乗ったりとかもして、その時は結構その地上のね、なんていうんですかね、まあレトロな感じの駅舎とかがあったりもしたんですけども、全く面影がないんですよね、それはね。平和町の交差点ですね、ここ左ですね。まあ、この辺はまあ伊勢崎駅からは1キロもないぐらいですかね。このもうちょっと先を東西に横切る道あたりが、まあ、中心市街地ですかね。店舗はまだ見えない。さっきまあ途中ではね、
あのベーシアの B の字みたいなのが、見えたりもしたんですけどもね、まあ、まだもうちょっとかかるそうです。はい、こちらの交差点は北公民館前、そして正面出ましたね、ベーシア。いやー、このなんかね、まあ、あれにベーシアらしからぬという、この建物、いやいいな、これは確かにね、あのゲーセンもちょっと期待できそうな感じしますね。そう、古い、ね、そのちょっと古い、スーパーというものでね。そう、事前の情報だとね、まあ、サミー系のしかまあ見なかったんですけど、まあ、他にもあるのかな。まあ、今日この後ね、関東スポーツセンターっていう、まあ、そこも結構いろいろ揃ってるゲーセンにも行きたいんで、まあ、それを考えるとちょっと、あんまり長いするのもあれなんですけどもね。一応まあ今3時36分で、4時33分というね、列車があって、まあ、それがまあ、第一希望みたいな感じなんですけども、ちょっとこれは分かるか。まあ、どこですかね。あ、こっちがまあ、そうですね、この伊勢崎駅の南側、多分先ほどバスで、ね、西武モールから来たときは向こうからこの道を通ったんだと思いますけども、まあ、かろうじてこの、商店街は生きてますかね。まあ、そんな感じで、とりあえず行ってみましょう。こちらね、ベンチアが出てきました。3階はカインズなんですね。そしてゲームコーナーは4階にありまして、遊びの国、前情報通りかなり充実していましたね。まず、私がプレイしたかったサミーの、トレジャーホールですかね、まあ、プッシャーで、サミー機の、何ですかね、金魚すくいとか、ハイハイカカカとかか、あの辺のまあ、説明が、プッシャーでね、その、落とすときに特定の場所に入ると、まあ、そのゲームが始まるんですけども、そのゲームがね、他のサミーのキッズメダルを模したものになっていて、まあ、そこでこう自動で出たんですけど、当たればメダルがさらに払い出されるというようなね。はい、でそれ私全く見たことがない。本当になんか今ここにしかないんじゃないですかね。他にあるのかな、ちょっと詳しくわかんないんですけども、まあ、とにかく非常に貴重なゲームということで、ね、バッチリプレイしてきました。それ以外だと、サミのキッズメダルで私初めて見たのはプリティービッチポワン、まあ、これはそのすごいね、もともとレア機種として有名なやつで、ここにはあるというのは知っていたのでね、まあ、それもプレイしに来たんですけども、それ以外に忍中伝説ですかね、なんかネズミの忍者みたいなやつ、それもね、初めて見る気がします。まあ、ちょっとサミー機は昔からちゃんと注意してたわけじゃないのでね、見逃しはありそうですけども、ということでね、まあ、その辺適当にプレイして、で、1000円300枚なんか180枚だったのが今増量中とかでね、まあ、お得だったんですけども、そのおかげでね、こうなんか、残り枚数とかを気にせずこう、まあ、ガンガン投入してみたいなものがね、できましたね。はい、で、とりあえず OK というかね、まあ満足いくこの遊べだという感じですかね。でも、まあ、それ以外にも、ムチキングの、まあ、子供が、ね、乗る、まあ、列車みたいなやつだとか、あとは、まあ、プライズ機とかでも、まあ、ちょっと私は詳しくわかんないんですけども、若干古そうなのがね、いくつか動いていたし、店全体の雰囲気とかもね、まあ、古いんだけども、そんなすごい、こう、なんか、ごちゃごちゃしたような感じもなくて、すごいね、居心地がいいというかね、いや、これは、ね、いい店舗、本当に、まあ、私もここに来たくて来たわけなんですけども、ぜひこれからもね、残っていってほしいなと思えるようなね、店舗でしたね。で、すぐそこですね。そうそう。まあ、伊勢崎駅の方からは若干遠いんですけども、そのお隣、新伊勢崎駅はまあ、そんなにこのベーシアからは遠くないので、まあ、歩いて5分もかかんないぐらいですかね。なので、まあ、ここ1時間に1本なんでね、まあ、ちょっと来づらい。あとは今ゲームコーナーが時短営業というか、まあその緊急事態宣言影響あるかわかんないですけども、11時から19時ということでね、まあ若干僕は東京からだと遠いんでね、まあ来づらい場所ではあるんですけども、まあぜひ、ぜひお勧めしたいですね、ここはね。はい、ということで、私はこのね、新伊勢崎駅、ここもなんかちょっと新しい感じですかね。しかし駅前はまあでもなんか、まあね、ありがちな開発、まあなんかね、その伊勢崎駅の方はちょっとがっかり感ありますけどね、ここはそうでもない。
もう私の乗りたい列車まであと2分半なので早く行かなきゃいけないですね。そう、まあ今ね、たまたま、ちょっと残ったメダルを回遊魚というやつに突っ込んだらね、1分半ぐらいで100万以上なくなっちゃったんで、まあそれはそれでいいんですけどもね。まあもっと時間がね、まあもしその、電車まで合わなくて待つとかだったら、まあ、他にもプレイできたかな。ノイというね、ブランド、あれは中国系ですかね。まあ、それのちょっとやったことのない、変なキッズメダル、変なというのもあれですけどもね。とか、まあ、まだいくつかあったのでね、まあ、回遊魚もやってみたかったんで別にいいんですけども。はい、ということでね、乗っていきましょう。ちょうど来ましたね。意外と乗る人がいる。空港あんのか、ここは。はい、ということで大田で下車しました。ここは、ね、高架3面6線のかなり立派なターミナル駅なんですけども、確か伸びている、4つの方向ですかね、この4ついずれも単線で、まあワンマンローカル輸送ばっかりみたいなちょっと残念なところですかね。で、隣にはこれ、浅草行きの特急レオモですね。これには接続してるんですね。4時59分で、私が乗りたいのは小泉線ですかね。これですね。だから5番線6番線なんで、まあちょっと時間が確か合わないので、まず30分待ちぐらいでしたかね。はい、東小泉行きは20分後ですね。まあね、この夕方でちょっと本数が増え始めた頃なので、まあ20分待ちで済んでるという感じですかね。この、右から2番目のとこ、東小泉方面ですけども、まあ日中1時間1本で、次は5時16分、まあ、この、この辺はまあ30分おきぐらいにはあると。はい、で特急がまあ、これはだから1時間に1本以上あるんですね。そんな需要が元からあったのかってちょっとわかんないですけども、でもある、ね、本数が設定されているということはあるということでしょう。ちなみに私もね、まあ東武伊勢崎線、まあたまに乗ってるんですけども、前回乗ったのが確か、ここは上に行く必要はあんまりないか、前橋にね、競輪場があって、でもそこに行くとき、まあ、もちろん JR でも行けるんですけども、北千住からね特急両毛に乗って、確かここ太田で降りて伊勢崎線で伊勢崎で、JR で前橋に行った記憶がありますけどもね、違うかもしれない。はいで小泉線もなんか昔乗った気がするんだよな。西小泉に行った記憶があるんだけど、この太田東小泉間とか乗ったのかな。なんかだいぶ記憶がね曖昧の昔のことなんであれなんですけども。はい、ということでここが5番線6番線はい、ここはまあ駅は立派なんですよね。あれ、ここそっか、駅前のドンキがあるんだ。あれ、確かここ駅の周辺にはゲーセンがないからスルーしようと思ったけど、これドンキにはゲーセンがあるかもしれないな。あれ18分あれ寄れるな。ちょっとだけ行っちゃいましょうか、じゃあ。はい、まあ運賃は若干割高にはなりそうですけども、買い忘れてきましたね。
ここ大田駅前でやっぱり佐々木に比べるとね、明らかに栄えてる感じありますね。でこのまあ駅前通りがあるんですけども、ここもうちょっとね500メートルぐらい行くともう左右にこういかがわしい店ばっかり並んでいるというね、なかなか面白いんですよねここもね。そうもうちょい隠せよみたいに、ね、思ったりもするんですけどもね。そうもうバスで大田駅に来るときも熊谷大田のバスなんかは結構本数あるんですけどもね、確かそこのど真ん中を通っていた記憶があります。そしてこちらドンキホーテですね。まあ軽く覗いてみましょう。はい、相変わらず風が強い。なんか奥の方逆光ですけども、なんか工事してますね。確か、あちらの方にね、国道407号ですかね。熊谷からまっすぐ北に続いている国道があって、なんか市役所とかも結構立派なんでしたかね。ニューイヤー駅伝でね、今第4中継点ですかね。4区22キロ走り終わった人たちがね、こう、直線でこう、走り終わったというか、そのラストスパートする区間が、まさにその辺なんですけども、それは、ともかくどうでもいいな。こちら、ドンキホーテ内ハピピランド、なんと4月12日閉店ということでしたね。なので、まあ、今日ここに来たのは大正解。ただし残念ながら予約しはなかったですね。まあ、プライズ系と、あとは、まあ、今時の音ゲーとかもあったりしてね、まあ、結構遊んでる人もいたので、まあ、太田とかだったらね、高校生とかもそれなりにこの駅の利用者とかいそうなんで、まあ、この立地、素晴らしいね。まあ、いいゲーセンだと思うんですけども、なんかね、残念ですね。ここもちなみに、まあ、ドンキですけども、もともとはなんか、もっとちゃんとしたというか、もうドンキがちゃんとしてないというわけではないですけどもね、なんか普通のスーパーとかが入っていたのが、まあ、撤退してドンキになったとか、そういう話ですかね。はい、発車まであとまだ10分もあるぞ。しかしまあそっちの方まで行ってる余裕はないか。この辺なんか新しいですね。そこのなんか関東コンストラクションが書いてありますけども、そのビルも新しい気がする。なんか前私が来た時はこの駅前にいきなりなんかポルトガル語のね、なんか書いてある、ビルがあって、さすがねブラジル人多い街なんだなとか思った記憶があるんですけども、それはなくなったんですかね。まあ、すごい昔の記憶なんでね、全く当てにはならないでしょうけどもね。はい、ということは風俗街もちょっと寂れてたりするのかなと。もうすぐその辺なんですよね。その、左側クレースインの一つ先のビルのちょっと奥ぐらい、あの辺がもう両側ね、もうそういう店ばっかりだと思いますけど、まあいいや、さすがに、そこまで行くように、ということで、あと正面スバルのマークがあるんですけど、といえばスバル富士重工ですか。そしてルートイン、ちなみにそこにイオンモール大田行きのバスが止まってますね。ここもそうイオンモール大田っていうところが、これもちょっと歩いていくにはしんどいぐらいの、ね、場所にあって、そこにはゲーセンモーリーともう1店舗あるみたいなんですけどもね、まあ、ちょっと行けないことはないですけどもね、まあいいです。次のゲーセン優先ということで、はい、太田はもしゲーセンに本気で来るんだったら、できれば熊谷からのバスを使ってね、その、熊谷から来る途中で寄りつつみたいな、ルートが理想なんですけどもね。そう、それもちょっと考えたんですけども、まあ、今回は本庄伊勢崎ルートということで、あったんですけどもね。イオンモールはもうなんかこっちの方なんですよね。そう、はい、まあ、そういうことで、乗っていきましょう。